なあ。テンション上がりますね。石尾だ。春日、このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。ふっ、糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは昔っからね。
おやっさんを殺したのはお前なのか。いやちゃうな。荒川を殺したのは極道の掟というもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと、なんて言い草だ。おい、てめえ。なんだ、足立さんが二人ってことは、つまり。は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに。警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化け抜きだったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちがどっち。こんな、マジかよ、力比べでも互角。さすが噂のミラーフェイスや。ええ金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある。130条くらい。132条、常識だ。あ、こっちが本物。じゃあその第1条は何だった。知るかバカ野郎、名前覚えてるわけねえだろ。じゃあこちらの方、今の続きどうぞ。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。オーケー、よくわかった。そっち行く。くそ、公僕がいい加減な仕事しやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸クソ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。もういい加減終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。熱くなるなよ。お前はそうなると見境がなくなっちまうからな。ああ、分かってるよ。それはこの前ドラゴンに教えられて。ドラゴン？なんでもねえ。石尾田は何をしてくるかわからねえ。集中しろよ。やってやるぞ。ほら来いよ、プレゼントだ。私が相手で。なんてよ。バリバリ行くよ。なめんなよ。逃げるなら今のうちだぞ。じゃあ俺の番、見せてやるよ。なめんなよ。よし来た。痛い目に合わせますよ。見てろよ、イカズキよ。絶対負けない。ザークだ。ほら、やるぜ。やってやるぞ。とっておきだ。おれ、私が。やんのか。ほら来いよ。やってみろ。見てなさい。ほんで返しやいっちゃうぜ。とっておき。あっちからやってきなさい。やってみろ。お返し
きりしました。私の番です。セーリア苦しむがいい。さて、くらえ。私が相手です。やんのか。私は癒しの回復。ありがとうございます。じゃあ俺の番。舐めないでくれ。見せてやるよ。よし来た。痛いな。俺はよしよ。よっしゃ。やってみろ。んでお返しや。やってやるぞ。私の番。私の番ですね。セーリア。プレゼントだ。俺の番だな。私が相手です。とっておきだ。みんな死ぬなよ。痛い目に合わせますよ。サンキュー。なめんなよ。やってみろ。逃げるなら今のうちだ。見てなさい。俺のペイミー。なめんなよ。なやってやるぞ。なんてことあるか。ほら来いよ。やってみろ。さて、全力で始末します。これで終わりです。かかってきなさい。してみる。ぶっ飛ばしてやる。死ぬな。私の番です。私が相手だ。やってみろ。とっておきだ。よし。なめんなよ。とっておき。痛い目に合わせますよ。サンキュー。サンキュー。ザキオリオ。ああもう、あいつ一体何なの？お、どうした？殴られるのが嬉しそうだったり、キレてみたり、何考えてるかさっぱりわからないわ。まあこの前は鉄球振り回してたしな。よく近江の幹部張ってたよな。いや、あれがトップの理由かもな。どういうことだ？極道だけの話かもしれねえが、そこが見えねえわけのわからなさってのは大事だ。そういうもんなのかね。何にせよあの切れた石尾田は厄介で、中途半端な攻撃は確実にやり返してくる。ああ、だから
やり返されないぐらいきついのを入れてやるしかねえな。こだ、やるか。やってやるぞ。ほら来いよ。プレゼントだ。やんのか。おい、ダメめんな。私が相手です。とっておき。どうしますかね。してみろ。苦しむがいい。私の番ですね。くらえ！かかってきなさい。俺の番だな。舐めないでくれる？とっておきだ。よし。痛い目に合わせますよ。死んでる場合じゃないわよ。ね、お気持ち。まだまだ捨てたもんじゃねえな。レッドウィンデル。よし、行くぞ。見せてやるよ。かかってきなさい。私の番ね。とっておき。ほら来いよ。これで元通りです。さーて、セールや。私が相手です。ほらやるぜ。とっておきだ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。成長を感じます。まだ成長できるとは。まだ強くなっ。終わりだぜ、石尾だ。サバシロの頭はほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見物だよ。殺したのはてめえか。え、どうなんだ、一生だ。おやっさんはあの夜、港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。
違うな。どう違う？話せよ。確かにわしは青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かったはず。せやけどその直線に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。見えとるな。へえ、バッチリですわ。ちょ待て、誰かおる。あいつは。いや、やりましたな、大公。この間の蒼天堀で、あんたの真意が極道の解体やと分かったとき、わしは震えましたわ。東条会の裏切り者としてのおめえも、その目的のために長いこと甘んじて受け取った。波のご苦労やなかったはずです。あの時、あんたが俺や渡瀬の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて、俺ら全員、本部の庭にでも埋められてたかもな。でも、助かったぜ。まあ、あの時は、わしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは、後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわ。そうですやろ。豪気な男だな。それほどでもありまへん。天道、あんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木亮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします、なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したか。それがご指示言うんでしたらやりますえ、親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。ふん。どないした。それが。石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい。二手三手先まで手に取るように見えてまう。そんなんでようここまで生き残ると思うんや。天道。石尾だ。もう近江も東条会もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。この間まで近江が沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。いやかもしれん。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた。けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスは来んかった。おもろいもんですやろ。天道。じゃあ、おやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる。やっぱりしくじりよったか。石尾田は仕事が雑やさがいな。まあ、見張っといて正解やったな。
どうしますか。ほな、もうポチッといったれ。了解しました。